皆さんこんにちは、 TJYXTG 総長です。さあそれではいよいよ始めましょうか。アメリカハムを日本で食べよう、アメリカハムライセンスを日本で取ろう、ね。まずはテクニシャンですよね。赤い教科書を皆さんご用意くださいね。はい、さあそれでは始めたいと思います。まずめくってみましょうね。はい、前回ちょっとお見せしましたけどね、おーみたいな感じですね。はい、 AIS の宣伝があり、そして第1章なんですね。まず最初ね、目次があり前書きがあって、まあ、この辺はまあいいとは思うんですけれども、本の使い方チャプター1からですね。はい、この講座は、試験に必要なところね、中心にやっていく講座ですので、短めにねまとめながらやっていきたいと思います。はい、まずどんな感じかですね。チャプター1はまずは Welcome to MJ Radio というふうに、ようこそ文章が来ていますね。まずは とにかく What is MJ Radio? アマチュアラジオってどんな感じかね、というような感じから始まってます。この辺はまあね、興味がある方はぜひ、読んでみるのいいと思います。ちょっとここに気になるね、What's an Elma って書いてあります。Elma っていうのは何かというとね、これはね、メンターのことなんですよね。アマチュア無線というのは必ず師匠がいて、まあメンターですよね。でそれをね、アマチュア無線の世界でエルマーというんですね。エルマーさんという人がいたみたいなんですけれども、まあ、そういうことで必ず教えてくれる先生がいるんだと。で先生に聞きながら上達していくんだよっていうお話なんですね。はい、まあここで誰がハムを、作ったのとかね、オンラインメンターがあるよとか、そういう話がこういろいろね書いてありますので、はい、That's why it's called amateur radio. That's why. という理由なんです。というんですね。Why? It's called. それはアマチュアラジオ、レディオと呼ばれるゆえんです。理由です。ですね。まあ、いろいろな、ハムラディオトゥデイ、今日のアマチュア無線の様子がここに書いてあります。はい。どういうものがあるか。あとはもう一つ、まあ、アメリカでの、文化も、あれですよね、ハンディハムス、ハンディキャップを持ったハムね、ノーバリアーズトゥハムラディオ、アマチュア無線には障害はないよと、障害はないと、ノーバリア、バリアフリーのバリアですね。はい、そんな話が書いてあります。アメリカらしいですよね。で、いろいろな楽しみ方があるんだよっていう話。そしてここにピクニック、トレーニング or contest、It's ARRL Field Day。はい、僕のところでは55分と5分に、お寺の鐘が鳴りますので、これをまあそんな感じ、いろいろな楽しみ方がありますよということですね。What do hams do? って書いてあるんだけども、ハムは一体何するの ?talking、ね、sending, building、いろんなことができますよ。この辺も必要な場合読んでください。ここにもありますね。Hams respond in times of need って書いてあるんですけども、ハムは対応、応答すると、in times その時に of need 必要の時にハムは応答する。要するにこの非常事態とかね、そういう、災害時とかそういう時のために、便利ですよっていう話です。はい。あとは、まあ、ここにはクラブがあったり、組織があったり、はい。あとは、この、What makes amateur radio different? Different とは違ったという意味なんですけども、何がアマチュア無線っていうのは他と違うんですかっていうね、まあ、素朴な疑問っていうのがここ出てくるんだよね。まあ、これはもう日本でもそうだと思うんですけどね、ライセンスフリーとどう違うんだとかね、まあ、あると思います。まあ、皆さん、これ聞いてる皆さんは、免許をお持ちの方だと思うんで、その辺の違いは分かると思うんですけど、まあ、ここの説明では、まあ、自由にいろんなことができるということですね。簡単に言えば、いろんな周波数にいろんな形でみたいな感じで書いてありましたね。
はい、まあ興味がある場合読んでみてください。とこれ比べてますね、シティズンバンドとかね、マリン VHS とか書いてありますね。はい、そしてここに ARRL、 まあ日本の JAL と同じように ARRL と言いますとも言いますよね。はい、まあ、そこの、ARRL の団体の紹介が書いてあります。そしていよいよここで FCC のライセンスに関してのお話が出てきます。はい、で、まあ、このライセンスはどんな感じになっていくかというと、やはりその、ライセンスを持つことによって、まあ、やりがいを持つみたいなね、どんなあのエクストラまで行くのにあのスタートはテクニシャンだということですよね。はい、アマチュア・ラディオ・アクティビティーズ、ここに来るね。はい、活動がここに書いてあります。いろいろなの、があるということかな。はい、using your voice、音声を、声を使って、exchanging digital data、データの交換、using Morse code、Morse、emergency and public service、緊急と公共窓のようなことがバーって書いてあります。ここにはあ、もう一つ Hours and Contests 書いてありますね。 WS Worked All States でしょうかね。はい、アワードコンテストなども楽しいよっていうようなことが書いてありますね。はい、あとはあのね、ノーベルアクティビティーズというのはね、これはあのアマチュア無線が作った例えば SSTV とかそのようなものというのは、世の中にいろんな技術を作っているのは最初はハムだったというね、ことなんですね。さあ、いよいよ現実的に Getting your ham radio, ham radio license、 免許を取りましょうということです。はい、で、まあ、あの勉強の仕方、このように助けてくる本がありますよ。まあ、これもこの本もそうですよね。でも大体書いてあるんですけども、ちょっと驚きはちょっとこう線引いといたんですけどね、キャリキュレーターこれあ、キャリキュレーターもね、シンプルがあるね。 A simple calculator You'll be allowed to use it during the license exam って書いてありますね。どういうことかというと、なんと簡単な計算機が許されると。うわー、計算ミスで落としてね、まあ、上級ハムなんか計算ミスなんての多いと思う。なんか、計算機の使用が許可されてるみたいなね、もう完全にライセンスの位置づけが違う感じがしますよね。はい、もちろんあのパソコンとかそのオンラインのものはダメなんですけれども、シンプルキャリキュレーターが許されています。さあ、計算、例えば波長の計算とか、まあ必要ない、ないと思いますけどね、できるじゃんだよね。まあそういうものを、まあ上級になってね、ジェネラルエクストラという時にもキャリキュレーター使えるってすごくないですかね。え、はい、ということで、まあそういう驚きのこともあります。そしてまたもっともっと驚きは、テストはこんな感じですごくアットホームに行われまして、ボランティアによってね、行われるということは、これはもう日本でも同じだと思いますけれども、できたらできたよっつってすぐに丸つけてもらって、丸つけてあのその場で合格不合格を聞きますそして不合格だった場合、あちゃーっと言いながら、もう一回やらせてっつって別なユニットですね、同じものじゃないですよ、別なユニットを受けることができます、時間の許す限り。まあ、もちろん別な日にすることもできるそうですが、で、なんと、合格したらその日のうちに、免許の、申請を、ボランティアの方が手伝ってくれる。いやー、いいなー、この感じというようなね、まさしくこのハムラディオライセンスをですね、皆さんに取ってほしいというね、気持ちがすごーく現れてますね。何度でも時間内でやり直すことができますよ、受かってねみたいな感じになりますね。はい、まあ、どんどん進級してエクストラまで取っちゃいましょう。
で、ここにはですね、あのバンドプランがあります。前回もちょっとお話ししましたけれどもね、日本と違うものがあるので、その辺はちゃんと覚えておく、まあ、必要な時にやりたいと思います。というわけでチャプター1ここまでです。それではチャプター2からはいよいよ問題に入っていきます。また続き後ほど。